シアン酸とは分子式区女で表される化合物である。構造異性体としてイソシアン酸と雷酸が挙げられる。ただし、シアン酸はイソシアン酸とは互い変異性であり、相互に変換し続けて平行状態にある。上圧において、シアン酸は有点摂取86.8度、不点摂取23.5度である。液体の際は、 酢酸に似た周期を放つ無色の液体として存在する。水にわずかに溶解し、酢酸よりやや強い酸で、酸回離定数回コール2.20から4、不回コール3.48である。ただし、水中では不安定で、低温では数時間溶液として存在しうるものの、次第に下水分解が進行して、炭酸水素アンモニウムへ変わる。一方、 ヒプロトン溶媒のエーテル、ベンゼン、アセトン中では、比較的安定な溶液であり、数週間程度は残存する。主自の有機化合物と反応し、アルコールと反応させると、ウレタン、アミンと反応させると、ウレイン、サンアミドと反応させると、ウレードを生成する。また、アンモニアと反応させると、一旦、アンモニウム塩を形成した後に、尿素へと変化する。ただし、 シアン酸は、イソシアン酸との互い平異性を示し、気体もしくは非プロトン溶媒中では、イソシアン酸の形で存在する分子の方が多い。一方で、水素結合が形成しやすい、液体状態やプロトン溶媒中では、シアン酸の形で存在する分子の方が多い。このような互い平異性が、発生するため、例えばウレタンの合成であれば、普通は、シアン酸は、 原料として用いない。一般に、ウレタンは、イソシアナートとアルコールと反応させて作る。なお、ポリウレタンを合成する場合には、二つの、イソシアナート元を有した、化合物と、ジオールを反応させる。構造式シアヌル酸シアン酸は、あまり安定な化合物ではなく、管理した状態などでは徐々に重合して、ほとんどは、シアメギドや、少量のシアヌル酸を生成する。 水溶液は火水分解する。シアヌル酸を不活性ガスの雰囲気で加熱し、発生する気体を急冷補修すると得られる。シアン酸塩は金属シアン化物を穏やかな酸化剤で酸化しても生成するが、金属のシアン酸塩からシアン酸を管理することは困難である。フリードリヒ・ベイラーがシアン酸とアンモニアから尿素を合成したことは、 初めての無機化合物から有機化合物の合成として広く知られている。また、異性体の存在が初めて発見された化合物である。フリードリヒ・ベイラーはシアンサンジオの性質を研究しており、ユストス・フォンリー・ビッヒは雷サンジオの研究を行っていた。シアンサンジオと雷サンジオは同じ科学的組成を示すにもかかわらず、雷ンは爆発性を持つが、 シアン酸銀は持たないという違いがあった。これは激しい論争を起こしたが結論として異性体というものが存在することを認める形で決着がついた。すなわちシアン酸もイソシアン酸も雷酸とは構造異性体の関係にある。A.B. ハロルドハート、秋葉金谷、奥明。 ハート基礎有機化学 P387 倍風間1994年3月20日発行 ISBN4 から563045322ありがとうございます